皆さん、こんばんは。速稼塾の久保です。前回に引き続き、媒体の大切さということを今日もお話していこうと思います。今回は、どのようにお客様が、見込みの方が、読者様が価値を感じる情報発信をしていくかという大雑把な部分をですね、お伝えしていきます。人というのは、自分に関係がある、自分を助けてくれると思った情報には価値を感じ、自分が興味がない、必要ないのになと思うことが届いたときに迷惑だと感じるんですよ。では、手っ取り早いのは、どんな人でも、いつでも、いくらでもその情報が欲しいんですよと、そういうふうな体制に入っているものを送ってあげればいいんですよね。まあ、そんなものが簡単に見つかるかというふうにね、声が来そうなんですけども、非常に簡単に見つかるんですよ。ほとんどの人が10歳から70歳まで、実はですね、これからお話しする4つのことにはいつも興味があるんですよ。いつもです。ではこのテーマで書いていけば、あなたの記事は嫌われないということなんですよね。さあ、それは何でしょうか。一つは健康です。健康に関すること、人はいつも興味があります。で、二つ目、仕事ですね。仕事についてもみんな興味があるんですよ。で、お金についても興味がありますよね。お金に興味がない人はなかなかいないと思います。そして最後は恋愛です。人は人に好かれたいと思っている、少なくとも嫌われたくないと思っているんですよね。どうでしょうか。お金、仕事、健康、恋愛、この4つのテーマのいずれかであなたのメディア発信を続けていけば、絶対に気に入られる情報発信ができると思いませんか。今日のお話は以上です。次回はですね、この4つの情報発信をもっと細かく噛み砕いてあなたにお伝えしていこうかと思います。本日もありがとうございました。